アクセサリーのこのベースの部分なんですけど、これはあの、生分解性プラスチック、元はですね、あのトウモロコシの樹脂なんですけど、まあ、それをこう下流状に加工したものらしいんですけど、これが割と低い温度で溶けるんですね。で、それを温めて固めたものです。で、発光アクセサリーと言ったんですけども、実はこの中に蓄光剤、紫外線を当てると光る物質ですね、蓄光剤を混ぜてあります。今ここちょっと明るいので電気を消してみますと、はい、周りがだいぶ明るいのでね、そんなにこう輝いて見えないんですけども、これダイソー の, ブラックライトなんですけども、結構この UV ライトですね、結構光り輝くのが分かると思います。これ太陽光に当てるともう一発光エネルギーチャージで相当綺麗になるんですけども、まあこういったものです。で、蓄光剤ちょっと色が色いくつか種類がありましてね、これって紫はエネルギーの関係であんまりこう光らないんですけど、まあ、緑がよく光りますね。あとこう色素を混ぜたりなんかしてね、これドクロのイメージなんですけど、目玉のとこが、これローダミン B を使ってるんですけどもね、こんな風に光ったりなんかします。では作り方です。ベースとなりますプラスチック、生分解性プラスチックを測ります。これ加熱するための器なんですけど、これに蓄光剤ですね、これはあんまり入れる必要がなくて、このベースとなる生分解性プラスチックと蓄光剤をただ入れただけです。これ加熱するだけなんですけどもね、要はあと温めて、まあ、溶かすというだけですね。あんまり頑張って加熱すると焦げてしまうので、本当にちょっとだけ加熱するぐらいで十分ですね、まあ、一応80度ぐらいで溶けると言われてるんですけども、ちょっと先に紹介すべきだったんですかね。こちらにはシリコンの型がありますので、溶けたら、まあ、こちらの型に移すと。もう溶け始めましたね。カメラの関係ちょっと難しいですね。はい、もうほとんど溶けちゃったんですけども、この薬さじを使うほどではなくて、蓄光剤はもったいないのでね、爪楊枝で混ぜてます。これで電気を消してみますと、加熱するとこう若干こう光ってるのが分かるんですけども、加熱するとちょっと見えにくいですかね、加熱すると少し光るんですけども、ちょっと周りが明るすぎて見えにくいかもしれませんね。前もってね、あらかじめこのシリコンの型によって使う量がだいぶ違うので測っておく必要があります。アクセサリーそのものですね、あんまり厚ぶったくしても蓄光剤っていうかベースも無駄になるだけで、一定の厚さがあればそれだけでもう十分に光るので、まあ、こんなもんです。で、あとこれ完全に冷めるまでですね、このまま放っておくということです。はい、今冷ましてるんですけど、10分ぐらいどうしても固まるまでかかってしまいます。なので、あらかじめっていうか、もう作ったものをちょっと例にですね、参考にこの後の作業を説明します。出来上がっているこのアクセサリーですね、これにこのダルマ缶っていうんですけどね、
このストラップをつなぐダルマ管をこう差し込むんですけど、少し温めてですね、このピンセットで炙ってですね、溶けたところにこう差し込む。またガスコンロで、これはねそんなにガンガン温める必要がなくて、ほんのちょっと温めて、ただこう差し込むだけですね。あんまり熱すぎるとこう周りがみんな溶けていっちゃうので、ちょっと熱すぎたかもしれないですね。これだけの作業です。あとこれ冷めたらストラップをつなげると、ね、まあ、こんな感じになるわけですね。はい、もう5分以上経過したんですけど、こっちの厚ぶったの方はまだ固まってないみたいですね。この薄っぺらい方はこうシリコンの型なので、もう簡単にこうペロッともう取れちゃいました。やっぱりこう熱いとやっぱ熱エネルギーの関係ですかね、やっぱり光る、よく光るみたいですね。ですね、熱いなりのエネルギーをこう放射しているということが分かります。順番逆になりましたけど、非常に簡単にできるアクセサリーの紹介でした。